はい、どうぞ、ジョージ TV のお茶です。ブラックです。ということで、今回はですね、今週絶対させて FP ランキングということで、まあ、今週からね、週間の FP ガチャが来たということでですね、また新年一発目ですね、やっていきましょう。うん、トップ15になります。まあ、おもち TV のあくまで独断と偏見なんですけど、はい、まあ、育てたいなと思う選手をね、15名ほどランキング化して紹介していこうということで、まずトップ15。ということで、また PSO でね、こちらレベマの数値打ち込んできております。まず第15位の選手はラッシュフォードということで、ラッシュフォードに関しては今週絶対育てたいねんで、ラッシュフォード今週、ね、E なんですよ。やっぱりあの A とかだったらもっとガンガン上に入るんですけれども、今週ちょっと E ということで、まあそうだね、まあ、育てたいっていうのだと言うと今週育てても使うことはないんで、そうっていう感じなんですけど、ただね、その次のまたそのコンディションが変わってきた時にラッシュフォードって超強いんで、めちゃんこ強いです。やっぱりまあ当たった方はね、はい、まあその後々のことを考えて育てておいた方がいいのかなっていう感じで、かなり今回のラッシュフォードっていうのはアグレッシブシブネスが高い。これも結構面白いです。持ってなくて今当たったよっていう人はね、めっちゃ当たり、あの本当育ちといてはいいかなっていうふうに思います。はい、ということで第14位はシリグということで、キーパーですね、木曜日の週刊 FP ガチャの方から登場ということで、シリグは守備的 GK で192センチあるということで、まあ、個人的にはガチャの時も言ったんですけど、おもちゃ TV の本若では多分一番よく使ってるキーパー、コーン8だしね。そう、定員の場合はコーン8で、しかもですね、シリグめちゃくちゃライブアップでいいんだよ。ああ、なるほど。結構マジで結構 B とか A とかの週が多くて、でやっぱシリグはいいなと思ってやっぱ使っちゃう。で、やっぱ止めてくれますし、今回のシリグで言うと、まあ、このシリグもですね、11月7日の週刊 FP ガチャで来てて、うん、まあ、そちらと比べると、まあ、今回シリグはキャッチングが4勝ってて、完走してるんですよね、今回のは。なるほど。ただ、まあ、クリアリングに関してはマイナス2ということで、ただね、これクリアリング以外全部99なんですよ。うん、なんで、普通にまあコンディションの程度8なんで、あのライブアップではない環境とかでは多分真っ先に使えるキーパーだと思うんで。そうだね、コーン8 の, そのキーパーがエデルソン・モラレスとか、はい、まあ、そういう少ないんですよね、やっぱそんなに多くはないんで、うん、はい、まあ、その背の高さもありますし、このシルグっていうのは育てておくとスカット作りじゃね、かなり役立つんじゃないかなっていう感じしますね。はい、はい、そして第13位ですね、アーローワンビサカということで、週刊 FP ガチャのワンビサカは、うん、もうちょっと TV のランキングに入れなかったんですけど、うん、なんで入れたかっていうと、あのワンビサカがですね、結構使ってる方とかいて、やっぱりね、ワンビサカとかアグレッシブネスの部分がずっと気になるなと思ってたんですけど、このね、ボールダッシュの部分ってディフェンス選手とこうスピードと瞬発の部分がやっぱ高いから、結構ね、相手にいると1対1で止められる印象がかなりあったんですよ。そうだね、このアグレッシブネスが気になるからどうなのかなって思ったんですけど、ただやっぱりこれは実際使用感的な話で、やっぱりオンラインとかやっていく中で相手の方にいて結構嫌だったなっていう印象があったんで、まあ、今回はね、入れました。はい、そして第12位はコラシナツですね、アーセナルの新車ガチャから登場ということで、はい、初登場ですね。でコラシナツの、まあ、注目すべきポイントはフィジカルコンタクトと、アグレッシブネス。ここがフィジカルコンタクト98、アグレッシブネスは99なんですよ、うん、こういう選手って、まあ、あんまりいなくて、しかもこれ左サイドバックの選手なんだよね。左サイドバックとして使っても面白いですし、この選手はあの CMF とかの適性もあるんで、 DMF なの、うん、DMF の適性もあるんで、 DMF で使っても結構面白いのかなって。1枚の DMF だとね、ちょっと、まあ、心もとない感じはもしかしたら出てくるかもしれないけど、はい、普通にまあ2枚とか、はい、まあ、その2ボランチを組ませたりとかする上で、こう 2DMF とか、はい、っていうの中では選択肢として出てくるのかなって感じしますね、うん、はい、そして第11位はマクトミネーということで、マクトミネーなんとね、CS1 回目は金だったんですけど、 CS2 回目で黒に。この選手はあの動画もね、ぜひ出してるんで、あの今サムネが出てると思うんですけど、下の説明欄から見ていただければ、この選手の動き確認することができるので見ていただきたいんですけれども、この選手の特徴としては、まず193センチの超大型で、ボックス2ボックスと。しかもこの選手で言うと何がするかというと、フィジカルとボディコンなんですよね。ここが93、87あると、うん、で前目の数値のボールコントロールとかバスケも上手くて、でスピード瞬発もなくなく83、79ある。ディフェンスです、ボール出しアグレッシブですもしっかりあるんで、まあ、言えばね、あのポグバとか、うん、そういったタイプに似てるんですけど、ポグよりも2センチでかかったりとかして、あのこの選手がいると結構な中盤での相手の縦パスをカットしてくれたりとか、ね、あと空中戦ですよね。あのビエラとかも似てるんですけど、ビエラのハードプレスとあのマクトミネのボックスのボックスはちょっと動きが違って、うん、ハードプレスって結構縦に動くんだけど、ボックスのボックス縦横無尽なんで、うん、横の動きもしてくれるんですよ。なんでこのボックスのボックスの193センチっていうのはかなりね、あのスカットに入れとくと、まあ、ライブアップではいいシュートからと、あの勝ちに導いてくれるような
そうだね。はい、そして第10位アレハンドロ・ゴメスということで、もう全部ね選手投手星についております。チャンスメーカーでしかもやれる範囲がすごいですね。もう全部いけます。全部いける。でチャンスメーカーなんですけど、アレハンドロ・ゴメスでいうと、まあ、身長がね165センチなんですけど、あの逆足の精度が44なんですよね。でこの選手ももうオフェンスエースから決定力も全部オフェンス系能力が高くて、あのスピード瞬発もあると。でボディーコントロールも90もあるし、165センチなのに関わらずキック力も89あるんですよね。だから瞬発も高いよね。そうだ、欲しい部分の能力値は、全体的にあるんですけど、ただ一つ残念なのがスタミナの部分、ここが81なんで交代必須か。そうだから、まあセカンドトップで使うのか OMF で使うのかってところは非常に結構分かれるところだと思うんですけど、アグレッシブ面積も76あったりとかするんで、当たった方は結構羨ましいですね、うん、はい。そして第9位はルーカス・ソレイラですね。ハードプレスということで、ルーカス・ソレイラがこの能力口をねパッと見るともう一人思い浮かぶ選手がいて、まあ、同じハードプレス、これカンテなんですよね、うん、あの FP カンテとかと完全に介護感って言われちゃってるんですけど、うん、カンテにねすごい似てる、まあ、だからカンテ持ってない人はルーカス・トレーラーだったら最高なんじゃないかなっていう感じ で、まあ、そのカンテ当たった人はね、どっちかっていうと役割っていうとちょっと被っちゃう可能性もあるから、ね、めちゃめちゃ似てるよね、うん、カンテでいいのかなって感じするけど、はい、持ってない人にとっては十分優秀なんでね、まあ、この選手もいいと思いますね。結構欲しかったけど、うん、当たらなかった、まあ、カンテ持ってないしね。そう当たらなかったです。はい、そして第8位ソクラティスということで、プレーセルオーバーラップといった感じで、もう右サイドバックとねセンターバックの適性ついてるのは結構いいところですね。で、まあ、ソクラティスでいうとジャンプ、フィジカルコンタクト、ここ99、98あってしっかりね、ディフェンス、ボールシャブルシメス、ここの部分もしっかり高いと。でこの選手はやっぱスピードも91あって瞬発も81なんで、結構スペシングの部分に関してはセンターバックの中でもトップクラスに入ってくるのかなっていう気はしますし、うん、まあ、何よりもね、まあ、今作ビルドアップ多い中でオーバーラップということは、まあ、ラモスとかもオーバーラップですけど、まあ、センターバックに置いた時でもいいし、まあ、右の CB やらせてもいいし、まあ、右サイドバックはちょっとボールコントロールとかの部分気になるのでできないんですけど、結構理想なのは後ろ 3CB にして右のセンターバックにして置くと、そうだ、ね、空中戦も勝ってくれると思うんでおすすめかなと。はい、そして第7位ニコラ・ペペということで、こちらもアーセナルの CS ガチャからなんですけれども、まあ、ニコラ・ペペもめちゃくちゃ強いですね。そうだね、ニコラ・ペペまだおもちゃ TV で動画出してないですけど、はい、相当強いっていう感じで使っては思ってるんで、意外とそのなんかデカさがあって、そうだ、ね、なおかつ高橋さん、そう、あの特殊ダブルタッチできますができるんで、結構ね、はい、相手のディフェンダーをスイスイかわせるというか、ね、そうですね、あのいい感じでボールがこう収まりがいい感じになるんですけど、はい、前の推進力もねめちゃめちゃあるし、なんだったら人によってはメッシより使いやすいっていう人もいるんじゃないかなっていうぐらい。そうだね、そのメッシって縦の推進力がないんですけど、はい、ニコラ・ペペってやっぱ推進力がすごいあるんですよ、めちゃくちゃ速い。そうだから結構低い位置からね縦にガーッつってドリブルしてっていう、はい、でなおかつその特殊ダブルタッチを放つっていうのがすごい強くて、うん、はい。そして第6位は週刊 FP ガチャからチーロインモービレということで、インモービレはねおもちゃ TV の5つアカウント持ってるんですけど当たんなかったね。どのインモービレレアだったな。結構レアで、まあインモービレで言うとウィニングリバープリ2019の時には FP の時にインモービレってオフェンスセンス決定力が完走するみたいな感じで、うん、このやっぱりオフェンスセンス決定力の高さがあってあのワンパンを持ってるみたいな感じで、かなりすごいいい選手だったのかなって感じはするんです。今作もですね相変わらずやっぱオフェンスセンス決定力ここの部分が高くてスピード瞬発もあると。でフィジカルコンタクトがしっかり83あってボディコン90あるっていうところもいいですし、アグレッシブ性も高いんだけど、ただちょっと気になるのがあのドリブル、ボールキープ、グランダーパス、まあ、グランダーパスの部分はワンパンで補えるんですけど、ドリブルとボールキープの部分が、まあ、今作の部分結構シビアなんで、ここがまあどう響くのかなっていうところは、この選手もやっぱ持っておくとエースになるのかな、ね、って感じしますね、はい、はい。そして第5位はオバメヤンということで、はい、オバメさんはですね CS の1回目でも来てますね、うん、まあ、明らかに CS の1回目の方が強いです。っていうのは1回目の方がオフェンスセンス完走してますし、ボールキープ、フライパス、フィジカルコンタクト、スタミナの部分も1ずつ勝ってる。ただまあ今回のオバメはあの瞬発の部分が1勝ってて、まあ、今回のオバメに関してはスピシュの部分は完走しちゃうよと。完走オバメだね。ということで、まあ、オバメの場合やっぱりこうオフェンスセンスの部分は確かに99なくなったんですけど、いずれにしてもですねオバメってやっぱインモビと比べても分かる通り、あのボールコントロール、ドリブル、ボールキープの部分結構高いんですよ。これ大切ですね。これがめちゃめちゃ大切で、86、89、88っていうのは結構高いです。でそれに合わせてスピシュンの部分を完走していて、フィジカルとボディコン全くなくはなくて一応81、78あると。
でアグレッシブネスの部分とか低いんですけど、しっかりこれでね、あの1個つけれたりもしますし、チェイシング持ってたりとかもするんで、まあ、かなりねここにあのスーパーサブとか入れると本当にかなり強いオバメ出来上がるんですけど、さあオバメ持ってない人は、まあ、このオバメでも全然いい、全然いいのかなっていう感じで、いつゲットできるか分かんないしね、そう当たった人はね育てておいた方がいいなっていう感じしますね、うん、はい、はい、そして、第4位ですね、ラファエル・バランということで週刊 FP ガチャからです。バランはですね、まあ、前回、12月12日で確か週刊 FP の方で来てるんですけれども、うん、まあ、そのバランと比べると今回のバランはヘディングがまあ3勝ってて、アグレッシブネスがただちょっとマイナス3されてるというところなんですけ ど、 ただね、それをやっぱり、まあ、どっちでも正直いいっちゃいいんですけど、あのやっぱりバランの場合スピードと瞬発だね、あのパパストスもさっき速いって言ってたんですけど、うん、バランに関しては93、86あるんですよね。であの足元もめちゃしっかりしてて、ゴールボールトップに関しては87ある。そうだね。でグラウンダーパスとフライパスの数値も高いんですよ。だから、まあ、気になるのはコンディション程度の部分なんで、まあ、このラインが5なんで、まあ、ただ今レアルね調子いいしっていう感じで結構期待できそうな感じはあるけどね、はい、はい。そして第3位はガブリエル・ジェズスということで、なんと総合値が98いくとラッピーいうことですね。ジェズスは CS の方でも来てて、うん、まあ、これも動画出してるんでね、ぜひ早速説明欄から見ていただきたいんですけど、あの CS のジェズスでも十分すごい強くて、これやばいなって思って、そうだ、ね、ずっと言ってたんだけど、今回のジェズスがあの前回の CS のジェズスよりも大幅強化というのもオフェンスセンスはカウントしたやば4上がってます。 CS と比べてもボールコントロールから、まあ、決定力までも1ずつ強化されて、うん、強化されてないのに言えばヘディング、カーブ、瞬発以外は全部強化されてます。なるほど、ね、でさらに言えばキック力も4強化されて90乗ってますということで、まあ、明らかに今回のジェズスの方がまあめちゃめちゃ強いと、うん、でジェズスはですね、実際に相手の方でも結構ちらほら今見てて、あのオンラインやってて取れないですね、ボールが。まあボール取れないよな、あの、ね、ジェズスにこうガツっていくじゃん、うん、そうするとねマジで振り抜かれる、くるくるみたいなで、うん、残されて3トップとかだと右サイドからジェズスに渡って左サイドにこう展開するときに、うん、こうガツっていったときに結構取れたりとかするんだけど、残されてね左側に出されてみたいな入りをね、オフェンスセンス乾燥してるんで、うん、めちゃくちゃいいんですよ、サイドからサイドに流れて中に入る動きとかも。だからこの選手はちょっとね、まあ、バケモン級に強いセンターフォワードが出てきたなっていう、まあそうですね、レベル、まあ、ジェスもだからあとライブアップでの調子ぐらいで、はい、本当よかったら絶対使おうみたいな感じなんで、これ強い。はい、そして第2位ですね、モハメド・サラーということで、サラーもですね来ておりますね、一度、12月19日の週刊の方で来ているんですけど、そのサラーと比べると今回のサラーはカーブの数値が3勝ってて、ただあの前回のサラーが、まあ、ドリブル部分が3勝ってるんですよね。なるほど。今回のサラーってドリブルが93なんですよ。だから前回96あるんで、まあ、これに関しては正直、まあ、前回の方がいいのかなっていう気はするんですけど、うん、マジでサラーもやっぱ強くて、数値見れば分かるんですけど、オフェンスエンスの決定力があって、でまあ、ドリブルもできて、うん、縦への推進力もあると、でボディコンも鬼高いと、でスタミナもしっかりあってコンディション安定度になってね、やっぱアグレッシブネスが87なんです。サラはポジション適正追加の時にも言いましたけど、センターフォワードも適正つけることができて、うん、センターフォワードを追った場合にメッシと同じような扱いができて、ダブルタッチを確定出せるんですよね。だからダブルタッチしてからシュートを打つことができるんですけど、まあ、それとメッシと同じで、なるならちょっとメッシの方がでもボールコントロールの方が高いかなと思うんですけど、メッシへのアグレッシブネスこの87というものを持ってるんで、うん、前線からボールを、ね、取りに行くことができると。まあ、ジェズスより上と、ジェズスより、まあ、あのジェズスはやっぱライブアップでの部分があるんで、ちょっとやっぱりあのサラーと比べるとライブアップでは、まあ、良くないシュートとかも多いんで、アグエロとかね、いろいろライバルがこういるからっていうのあるんですけど、サラーって、まあ、大体調子いいじゃん、うん、だからっていう理由で入れました、ちょっと上にねサラーを、まあ、ほぼ同じなんですけど、うん、これに関しては。はい、そして第1位はクリスチャン・ロナウドということで、ちょんまげっていうかね、侍ロナウドというか、はい、侍です。うん、まあ、その今回 の、 その FP のロナウドって、はい、まあ、いろいろ FP ロナウド来てますけど、はい、でも全部で3種類ぐらいのかな、そうですね、これ合わせて全部であの3種類来てて、今回のロナウドは総合値見てください、100いかないんですよ、ね、うん、で、まあ、まず1回目に代表 FP のロナウドと、ね、比べてみると、今回のロナウドっていうのはあのオフェンスマイナス1で、ボールコントロールに関してはマイナス3、うん、で決定力もちょっとマイナス3なんですよ。ただですね、代表の FP ロナウドと比べたときに、グランダーパスとプレースキック、うん、でボディコンに関しては勝ってるんですよね、3ずつ。なるほど。だからこれ、一概にこのロナウドが弱いとは言えなくて、まあ、プレースキックはね、そんなにいらんけど、でね、選手長所がね、グランダーパスプラスつくんですよ。なるほど。星につくんですよね、選手長所が。なんで、まあ、このロナウドが、まあ、結局、総合値が100いかないから弱いのかなと思いきや、別
にそんなことはないんじゃないかなと。侍には侍の良さあるな。侍には侍の良さありますし、あのね、持ってない方はもう持ってる方は別にいらないと思うんだけど、あの持ってない方がゲットしたらこれは間違いなく大当たりだから本当に。うん、なるほどなるほどなるでしょって感じですね。そういうこと、そういうことで今回ですねトップ15ということで、まあ本当に一発目にふさわしいめちゃめちゃ激アツなガチャ、週間FPガチャ来て、クラブセレクションもアーセナルと、まあマンチェスター・ユナイテッド。ということで今週も今週で暑かったんですけど、そうだね、来週も来週でまたね、あの月曜日のシリーズガチャとかもなんか情報出てますので、この企画がまたちょっと面白いよっていう方はですね、はい、ぜひチャンネル登録高評価してもらえると、ね、ありがたいです。はい、よいしょー、さらっぽー。